四半世紀が過ぎた21世紀、準高速空間輸送の開発によって未だかつてない人類支配拡大の時代が到来した。宇宙に新天地を求めるスペースラッシュは恵みと同時に、かつて経験したことのない災いを生んだ。なんだ。2057年、人類の攻撃的隣人クロッグが地球に対し奇襲攻撃を仕掛けた。地球連合軍は宇宙からの侵略者と激しい戦闘を繰り広げた。地球はかろうじて持ちこたえ、クロッグは撤退した。以来人類は隣人たちと平和に暮らしてきた。しかしそれも今日まで。君が笑う風が見える、繋いだ空、時の向こう、世界の果てで待ってる。あいつ一晩中座ってたのかな。知らないのかよ。昨日誕生日だったのに父親から電話もないんだぜ。え、父親って？エヴァにそんなのいたの？電話もないなんて随分嫌われてるんだね。ちょっとあんたたち、ちゃんと聞こえてるわよ。やべ、私の前からとっとと消えちゃいなさいよ。どうせ羨ましいんでしょう。私のパパがすっごく偉大なレースマネージャーだから。忙しくて、だから電話できないだけ、それだけよ。おいエヴァ、お前宛に小包みが届いてたぜ。行ってみれば。イエス、私ちゃんと分かってたわ。ハイネット、パパから届いた小包みはどこ？ネット起きて。ああ、荷物はあるけど、ああ、お父さんからのじゃないね。前に注文してた部品みたいだよ。私がこれを見逃したってこと。やった！ねえネット、あなたが若くてハンサムならキスしてるわ。残念じゃて、若くはないからな。
時間ですよ。ハロー、ハンサム君、お久しぶり。あんたに素敵なプレゼントよ。今日は特別な日になるわ。あんたにも私にもね。エヴァだ。ロケットシートは廃棄させたんじゃなかった？使ってないで早く止めてきなさい！先生方、ちょっと部外者は入れないよ。いいじゃない、ドンウェイの娘よ。はいはい面白い冗談だね。肝試しならお断りだよ。さあもう帰った帰った全く最近のファンは。小僧、ここで何をしている？私は小僧なんかじゃないわ、立派な女の子よ。ああ、そうだったか。いずれにしてもここはショッピングモールじゃない。お前のような子供がフラフラ歩き回っていい場所ではないんだ。分かったら叩き出される前にとっとと出て行け。どうしてわからないの？私はエヴァよ、あなたの娘の。このバカ者は！そのエンジンは明日使うんだ。すぐに何とかしないか。チーフが今日はできないと言ってますが。レースは明日だぞ。どうして今日できないんだ。去年一日休みをやっただろ。双子が生まれた。双子でも五つ子でも知ったことか。必要なのはメカニックだ。よく考えろ。もっと大事なことがあるだろう。いいか、お前の会話いないんだ。なんでこれがここに。このガラクタは外さなきゃ。会話ってのはフィーリングが大切なのよ。エンジンが動かないんだぞ。何をする。どういうつもりだお嬢ちゃん。エンジンが動いてます。お前はクビだ。
名前は？私は、私、早く言え。私は忙しいんだ。私は、私の名前は、モリーって言います。モリー、採用決定だ。朝8時から夜10時まで週7日勤務だ。昼休みあり、まあ腹を空かせている暇はないと思うがね。あと次からもう少しちゃんとした格好で来い。そうしたら私って分かってくれるかも。何事だ。あなたはドンウェイ氏かね。大統領閣下。わお、すげえ。リムジン、大統領がボスに何の用だ。スポンサーにとか。まさかそんな。パパ、なぜこのようなところに。それでは単刀直入に言おう。あなたの力が必要なのだ。それはどういうことでしょうか。あなたが最高のレースマネージャーと聞いた。今から私が言うことは最高機密事項であり、決して他言しないでいただきたい。わかりました。今からちょうど25年前のこと、地球安全保障委員会は敵対するクロック軍との決戦を前に最悪の事態に備えていた。その時、突然ある訪問者が現れた。ごきげんよう、地球人諸君。宇宙では取るに足らないちっぽけな辺境の生物よ。我が名はアバター。私は諸君らを他の銀河系の生物同様、オーバンスターレースに招待する。諸君らはこの究極の試練から決して逃れることはできぬ。ふん、レースだと？こんな時に何をほざいてるんだ。クロック軍が交代しているぞ。諸君、今日ここで見たことはあくまで機密事項だ。一切他言してはならん。誰一人話すな。諸君、レースはどうしますか。レースだと？ふざけとる。誰が信じるのだ。新米議員、少しは頭を使え。見るがいい。我々はクロック軍から地球を守ったヒーローなのだ。世間はそれだけを理解していればいい。我々は信じなかった。だが彼は、アバターは戻ってきた。停戦の効力は切れたと言える。平和はもはや確実ではない。レースに出なければ我々地球人に未来はない。それでこの私に。アバターの船は夜明けに立つ。あと15時間で必要なメンバーを集め出発してくれ。ベストを尽くします、大統領閣下。私のチャンプを紹介しよう。リーク・サザーボルト。これはおめでとう、マイナーリーグのチャンピオン殿。
君なら勝てると思ったよ。おい、皮肉なら聞かねえぞ。俺はお前の最低チームなんか二度と戻らねえからな。リック、誰が戻れだなんて言った？あ、交代、ジョーダン・ワイルド。どこに行くのかくらい教えろよ。大事なレースがあるんじゃなかったのか？これから行く場所にはあんな砲手が必要なんだ。素晴らしい、彼にしよう。いいからもう帰ってくれよ。アローもアロー2もレース用じゃない、プロトタイプなんだ。あんたにわかるか、奴らはわしの子供も同然だい。簡単にスクラップにされてたまるか。さあ出てけ。あ、メカニックも必要だ、スタン。それにコージ。ああ、お断りだね。スタンとコージがいなくなったらわしゃどうすりゃ。地球にはあなたの協力がぜひ必要なのだ。わしゃ何でも言うこと聞くよ。やった。よし諸君、搬出の準備にかかるんだ。スタンたちはエンジンの調整を頼む。また何か企んでるのね。よし、降りたいものは今のうちに申し出ろ。もうとっくに覚悟はできてます。いつでも出発して。おいおい、ルーキーが大口を叩くんじゃない。降りるも降りねえも行き先すら分かんねえからな。レースが開催されるオーバンは銀河の中心に位置するらしい。まず本戦の前にオーバンから同距離にある三惑星で予選レースが行われる。こことこことここだ。地球から25,000光年先にある。わあ、うん、あ、何クロックをレーサーに近づけるな。急いで乗ってください。何があったのだ。クロックです。襲撃してきました。リック、トレーラーを。オッケー。ねえ、待って。下がりなさい。もう離してよ。待って。よし、行くぞ。先行する。急げ、ニック。
これじゃ引き離されちゃう。行くわよ。アバターの船、いかん、夜明けだ。頑張れ、このポンコツめ。ドンウェイ、これがあんたの言うレースなのか、それともウォームアップか。リック、まだか、急ぐんだ。鯛は投げられた。レースの始まりだ。強敵グロワ。ところがいきなりアクシデントが。